お世話になります、ヒトリーでございます。2020年6月24日にポケモンの新作ポケモンユナイトの情報が公開されました。ポケモン初のチーム戦略バトルゲームでダイパリメイクが期待されている中、このポケモンユナイトの情報だけであったためか批判殺到で配信が荒れる事態にまで至りました。今回はそんなポケモンユナイトがどんなゲームか、評判はどうなのか、料金やリリース日などまで解説していきたいと思います。まず今回発表されたポケモンユナイトとはどんなゲームかということから詳しく解説していきます。基本的なルールは5人で1チームを作って、2つのチームでそれぞれ陣地があって対戦するというものです。対戦時には野生のポケモンが出てきて、それを倒したり相手チームのポケモンを倒すとポイントをゲットでき、相手チームのゴールまで運んでいき得点になります。毎試合レベル1から始まり、野生のポケモンを倒したりすると経験値がもらえて、試合の中でレベルアップし進化するポケモンもいます。でこれは新作発表時にトレンドにもなったワードなのですが、このゲームはポケモン版ロル、ポケモンの MOBA と言われています。そもそも私もロルの読み方すらよくわからず、ウィキペディアではロルと書いてありましたが、初めは LOL と読むと思っており、一般的にはどう呼ぶのかすらよくわかりませんでした。一応間違ってるかもしれませんが、ロルで統一して読んでいきますね。でロルとは何かというと、League of Legends というゲームで、先ほど説明したポケモンユナイトと同形式のゲームで、ロルの場合は相手の陣地を壊す仕組みで、さらに動かすキャラの役割があったりと、少し複雑なゲームです。こんなロルを説明する際にポケモンユナイトを例えに使うなら、ポケモン版ロルと言っても全然説明にならないですね。で MOBA というのは、先ほど説明した陣取りゲーム的なゲームのジャンル名であり、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナの略称です。私はゲームにほとんど興味ないからかもしれませんが、リーグオブレジェンドという名前こそ聞いたことはありましたが、こういうジャンルがあること自体初めて知ったくらいで、知らない方も多いのではないでしょうか。こういう風に言うと絶対、日本でも有名だよ、ゲームやってなくても普通に知っているレベルだよという自分の世界が絶対だと思っているマウンティストたちのコメントが出てくるので、皆さんコメント欄も楽しんでいただけると幸いです。それはいいとして、このゲームは日本ではメインストリームに位置するようなゲームではありませんが、世界では大人気のゲームで、2012年時には最もプレイヤー数の多い PC ゲームとのことで、優勝賞金が2億を超える大会まであり、 e スポーツの種目としての注目度が非常に高いゲームです。ただ日本でもゲーム好きには知られたゲームで、日本ではプロリーグもあります。しかも私は以前ニュース特集的なもので見ましたが、 e スポーツを学校でやるのはどうなのかという文脈で、このロルが部活動で導入されているという事例もあるくらいです。そのくらい社会として認められるようなレベルのゲームということです。ちょっと話がそれましたが、ポケモンユナイトは詰まるところ、誰でも知っているもので例えると、棒倒しの棒倒さないバージョンで、もっと人数は少なくてその辺の人を倒すと自分が強くなるゲームです。ひどい例えですが、身近なものだとこんな感じでやってると思います。相手の陣地をお互いに目指していきますが、棒を倒す代わりにポイントを集めて相手陣地に行くだけで、棒倒しでは棒に群がる人以外の人を倒すことはあまりしませんが、ポケモンユナイトでは倒すことで得点につながるということです。突っ込みどころあると思いますが、突っ込まないでください。でこれでどんなゲームかとりあえず分かっていただけたかと思いますので、ここからはポケモンユナイトの評判について話していきます。冒頭でも言いましたが、ズバリ言うと大炎上レベルで評判は悪いです。私は新作発表の配信を全部見ましたが、チャット欄がひどく、クソゲー、ダイパリメイクくらいなというコメントもいくつも見ましたし、先日人種差別とかが話題になって、そういう意識が高まったかと思ってたのに、共同開発が中国の企業テンセントと聞いた人がここでは言えないような差別的発言をしていたり、ひどい状況でした。ちなみにこのテンセントという企業は超有名企業で、日本ではあまり知名度はありませんが、王者栄養というゲームがダウンロード数2億を突破するくらいです。しかもフォートナイトでおなじみエピックゲームズの親会社でもあり、中国最大手の偉大な企業です。で公式ツイッターのリプライでは、この配信がひどすぎたためか一周回って擁護する人も多かったですが、ひどいリプも いくつもありました。これじゃない感がすごいね。よくこんなパクリゲー作れたね。とりあえず失望したよ。勝手に期待した僕が悪かったです。今までありがとうございました。これは先週の配信の内容の方が良かったのでは。他にもスマブラの桜井さんの中指を立てたシーンを切り抜いた画像が貼ってあったり、 Use me follow dislike button、 つまり俺のツイートを低評価ボタン代わりに使ってよっていうザ海外の皮肉っぽい意見もありましたね。とにかく評判が著しく悪いということです。その評判の悪さはいくつか理由があると思います。まず先ほども説明した通り、日本ではあまり MOBA のジャンルのゲーム
ムが浸透していないため意味わからなくてびっくりしているんだと考えられます。あとは最近はずっとダイパリメイクが期待されている中での今回での配信ではポケモンユナイトの発表だけだったのでがっくりしている人が多いのでしょう。実際ダイパキッズというワードがトレンドになるくらいでダイパリメイクを熱心に求めるコメントが多く、それを揶揄した言葉が話題になるとは相当な状況だということが伺えますね。他にはこの新作発表の配信が数日前からアナウンスされていて、今回はすごい重大発表だとあまりにも期待値が高まりすぎたのが原因でしょう。少なくとも以前の鎧の孤島の時の配信時に発表であればそんな批判はなかったと思います。せめて今回の発表がポケモンスナップの新作であったりポケモンスナップと抱き合わせでの発表だったらここまでには至らなかったでしょう。なのでゲーム自体の批判というよりは期待を裏切られた的なニュアンスの批判が大半だったと思います。ただポケモンユナイトはポケモンとしてかなり新しい挑戦なので、株式会社ポケモンとしてはしっかりこれだけにフィーチャーして発表したかったのでしょう。でも結果的に炎上っぽくなったことで宣伝効果があった気もします。よく考えればゲーム自体の批判はそれほどないですし、とりあえず一回やってみようと考える人は多そうですね。それでは次はポケモンユナイトのリリース日や料金について話していきます。ポケモンユナイトのリリース日はまだ全く決定していません。配信内では続報をお待ちください的なスタンスで、年内かそうでないかすらも少しも情報はありませんでした。私の考えでは冠の節限がほぼ12月配信ですから、そことは被らせたくないでしょうから、早くて2021年2月とか、開発状況が全くわからないので適当な予想になりますが、2021年の夏とかになりそうな気もします。で、料金については基本プレイは無料です。ただ公式サイトでは薄く一部ゲーム内課金ありとありますので、課金で有利になれる仕組みはあるのでしょう。とはいえポケモンですから良心的な範囲だと思いますけどね。なおポケモンユナイトはスマホでもスイッチでもできるらしいので、そこもかなり良心的な設定となっているのではないでしょうか。まあでもパッと見た限りスイッチでわざわざやるようなゲームではないような気もしましたけどね。で、最後に私の個人的な感想と考察したことを話させていただきます。私としてはもう年も食ってきたので、従来的なポケモンじゃない限りはちょっと手をつけられなそうです。それはつまらなそうという意味ではなく、私みたいなおじさん化した人はよほど強い引きつけられるものがない限りは新たなことに挑戦するには相当のエネルギーが必要だということです。多分同世代の金銀ルビサファ世代はちょうどそんな感じになるような年齢ではないでしょうか。特に私はゲームが苦手な方の人間ですので、最近のゲームは難しいのが多く、新しいやり方だとかルールだとか結構負担になるんですよね。そもそもポケモンユナイトは人数が集まらなければ即ダメになるし、人数が集まればそれに応じて盛り上がるので、私はやるとしても結局盛り上がってから参入することになりそうです。まああれだけ盛り上がったポケモン GO ですら私は一回もやったことないので結局やらなそうですが、ある程度新しいものでもすぐ楽しめる人や MOBA みたいなゲームに慣れてる人は一度やってみる価値は絶対にありそうですけどね。もっとゲーム会社の視点から考察すると、おそらく株式会社ポケモンは第2のポケモン GO みたいなのを作りたく、世界で大流行するゲームを作りたかったんだと思います。海外でもまあ配信は荒れていたようですが、日本では挑戦的な試みにはなっても、 MOBA は海外では割と馴染みのあるジャンルで、文字通りの意味でのゲームフリークの人たちも巻き込めて、かつポケモンなのでライトなゲーマーの大人も楽しめて、海外での成功率は高いのだと考えていたのではないでしょうか。ポケモンは割と低年齢の人がやるのに MOBA みたいな協力プレイと相性悪くないかと一見思いますが、多分もう少し仕組みを分かりやすくして馴染み深いポケモンであることで低年齢層にでも MOBA は普及すると考えたのでしょう。よく企画段階でみんなが賛同するようなものより批判されるようなものの方が大きな成功しやすいなんて言われたりしますので、もしかしたら今バカにしてる人も1年後には剣盾を海に投げ捨ててポケモンユナイトに熱中してるかも知れませんよ。なので私は来年の流行語にはポケモンユナイトの CM で発せられるであろう、今日どうする？ユナルが選ばれると思いますよ。